はやとラジオ、はやラジということで始まりましたはやとラジオということでね、分かっておりましたがね、口笛の方で始めさせていただきました。はい、2月8日木曜日、旧暦12月23日ということでね、また来週9章ということでね、頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、なんか関さん、はい、はい、どうも、なんか大丈夫ですか？全然問題ないです。問題ないですね、はい、よろしくお願いします。ノープログラムということで、プロブレムがあったことないですか、はい、僕。あ、そうですね。プロブレムって心配でしたっけ？そうです、そうです。心配がない。僕はノープログラムなんですよ。あ、プログラムがない。計画がない。ない。これ危ないかもわかんない。危ない。でも、まあ、なんとかなんとかかんとかということで、はい、メールが来ていますので、はい、読み上げさせていただきます。お願いします。さあ、ということで、LINE に来ております。ありがとうございます。はやとさん、お疲れ様です。久しぶりにメールします。毎週楽しみに聞いていますよ。寒い日が続いていますが、体調に気をつけてください。頑張ってください。頑張って、はやつさん、今日もカキピーありがとうということでね、今日ちょっと差し入れをしたんです。カキピーの差し入れ、差し入れ、ああ、ナイスチョイス、ね、あ、そうですか。ということでありがとうございますね。はい、ありがとうございます、はい。さあ、ということで、先ほどモーリーさんがですね、ええ、番組の方でお話していただいてたんですが、のぼりがですね、今日後ろに掲げられております。 ありがとうございます。はやとラジオ見に来たんですか？あ、違うようですね。すいません。はい、すいません。はい、もう苦笑いして通ってきました。すいません。はやとラジオ横バージョンのですね、はい、この上りをですね、作りました。ねえ、いつもの縦のやつじゃなくて、はい、横も作って。そうなんです。横の上りって珍しいなと思ったんですよ。珍しい。これサイズ感もわかります？結構、いい感じで大きめに作られてるんですけど、うんうんうん、両サイドのこの、見てください、スポンサーのお名前。はい、しっかり、ありがとうございます。原稿工業さんのお名前が。そうです。株式会社原稿工業さん、どうもいつもありがとうございます。ということでね、株式会社原稿工業のですね、もうフルネームで言います、那城正志にかけております。これ取らなかった、さっき室川で会ったんですよ、車。はい、はい、はい、株式会社原稿工業の那城正志さんですか？こんにちは。はい、青何、こら、今ラジオ中ですよ。すいません、お疲れ様です。今日もお仕事。あ、はい、もう串くらね学ぶは下ろしたんですか？あ、下ろしましたよ。下ろして、キューナー先輩も下ろして、はい、下ろして、あ、どちらにいらっしゃるんですか今は？今、はい、お家から下ろして、あ、お家に、室川の方に。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？ ありがとうございます。はい、那城さん、何かはやとラジオ聞いてる方に一言よろしくお願いいたします。切れちゃいました。あ、なしろさん、切らないでくださいよ。すいません、もう本当になしろさん困っちゃいましたが、さあ、もう一人ですね、今日は本当はですね、ゲストに来てもらう予定の方が全然来てなくて、全然ではないんですが、今日また来たらご紹介いたしますが、ちょっともう一人お電話したい方がいますので、ちょっとお電話させていただき、ま、お姉さま、どうもこんばんは。買い物でしたか？ああ、買い物、何買ったんですか？見せてください。あ、カバン買って、はいはい、どうも、こんばんは。うん。あ、すいません。てちゃさん、リハ中ですか？ごめんなさい。はやとラジオ。あ、大丈夫。あ、大丈夫ですか？リハ中。大丈夫、大丈夫。今ですね、今、毎週木曜日、うん、FM 小座ではやとラジオっていうのをやってまして、今、うん、本番中で今、てちゃんさんにお電話、はい、してるんですが。何を？いや、今日、モッツで、池田卓さんの、うん、CD 発売記念ライブですよね。はいはい、そうです、はい。あ、何時からですか？はい。今日何時からです？何時？すぐるさん！あ、すぐるさん！ 8 時スタート。はい、8時スタートですか？うん。あ、ありがとうございます。今日はもうなんかフルメンバーでということで。はい、そうですね。はい。はい、ベースにドンさん。はい。ドラムにターケイさん。はい。そしてギターにてっちゃんさんで、すぐるさん。はい、池田すぐるさん、キーボードにマッタラさん。マッタラさん、失礼しました、怒られる、はい、すいません、はい、どなたか近くにいたりするんですか？いえいえ、はい、すいません、てっちゃんさん、
すぐるさんも。いない、今。すぐるさんもいない。今、いない、いない。すいません。もうじゃあ、8時に、モッツ開演ということで。うん、はい、そうです。ハヤトラジオでも引き続き、はい、宣伝しておきますので。はい、よろしくお願いします。はい、うん、じゃあ、頑張ってください。ハヤトラジオって聞いたっていう方がいましたら、うん、少し、うん、なんか割り増しでよろしくお願いします。できるか俺がそんなこと。すいません。いや割引じゃなくて割り増しっていうか、まあね気持ちの分サービス、はい、笑顔をね、はい、よろしくお願いします。はい、演奏で、はい、はい、たっぷりありがとうございます。はい、あ、てっちゃんさん、三郷工業の50周年の際もどうもありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそ、ね、ありがとうございます。また引き続き小西亮さんも含めてよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さんよろしくお伝えください。はい、行けたら行きます。行けたら行きます。よろしくお願いします。うん、です。はい。すぐるさんによろしくお伝えください。はい、どうもです。はい、はい。はい。ありがとうございます。さあ、ということでね、てっちゃんさんに今お電話しました。さあ、ということで、もうゲストがですね、今日来てますので、次のコーナーで紹介したいと思いますので、もうギリギリセーフなのか、まあね、セーフでございますのでね、次のコーナーで紹介したいと思いますので、次のコーナー行ってみたいと思います。はい、小座のド真ん中。はい、さあということで始まりました。もうなんか慌ただしくパトカーがですね、3台目がこの330を通過していきましたが、何かあったのかな、大丈夫かな、司さん。いやいやいや、私がということで隣にですね到着した。なんか髪を切ってなんかすごく爽やかな方、爽やかというかですね、若々しくなったかなというふうに感じておりますが、なんか春がまだ来ないのに、なんか春が来たっていう感じのですね、もう格好をしておりますが、沖縄も葉桜になっておりますが、もうそろそろ桜は散っておりますが、まあピンクのですね、全身真っピンクの方がですね、今日もゲストとして来ていただいております。じゃあお名前よろしくお願いします。はい、はい、やっと、はい、うん、ちょっと那覇の方からね、はい、渋滞にはまりまして、はい、ギリギリだったんですけど、はい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 、いやでも以前もですね、はい、空港に到着してなんかギリギリ電話にあったと、あれは飛行機が遅れた、飛行機が遅れて、今日は、うん、今日はちょっと寄り道をしてやってたら、はい、久しぶりです、はい、ピンクニーニーです、はい、はーい、どうもお久しぶりです。関さん、ピンクニーニーお久しぶりじゃないですか。どうもご無沙汰しております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあピンクニーニー見てください、今日ピンクニーニーが来るということでね、はい、これニューバージョンですよ、うん、聞きながら来ましたから、あ、聞きながら来ましたか、はい、沖縄南インターで、はい、うん、じゃんじゃんって始まって、あ、そうなんです、口笛も聞こえました、聞こえました、 ありがとうございますね、はい、ということで新しく今日も始めていきましたが、今日はですね、格好見てくださいニーニー、うん、僕も赤なんですけど、いいですよ、ね、赤の上に蛍光色のこのね、ものを着させておりますが、後ろ読めますか、はい、室小応援団、室小応援団、今週ですね月曜日、はい、タイということで、冷やみ勝ちってどういう意味、冷やみ勝ち、もうみんなで盛り上げていこうと、ひやひやということでね、掛け声、冷やみ勝ち、みんなで盛り上げようという冷やみ勝ちっていうのがあるんですが、はい、まあこれを着てるのは今週月曜日でございました、室岡育成会、子ども育成会のですね、遠足がありまして、はい、もういろんな方々がですね、サポートしていただいて、子ども11名だったんですが、室岡新生の子どもたちをですね、今回遠足に連れていくことができまして、また大人10名でですね、22名合計で行きましたが、まあ今日は新生のキャップもかぶっております。ブロカー新生がですね、今回上海からのですね野球チームをですね、本当は1日の予定だったんですが、雨とかですね、いろんな事情がありまして2日間受け入れしていただきまして、まあこの場を借りまして、ブロカー新生ね、うん、僕の母校の野球部でございます、はい、もう本当に40年ぐらい続く申請なんですけど、これからも頑張ってほしいということで、今日キャップをかぶっております。さあということでキャップを交換したいと思います。ニーニーちょっと待ってくださいね。はい、はい、さあその間パトカーまた4台目ですね、どうしたんでしょうか。なんか来てますね。ねえ、ということで帽子をまた変えましたが、はい、ニーニー分かりますか、この帽子、またもうこれはカープですね。カープですね、はい、まあそろそろまたカープも来るかなということで、うん、ニーニー、はい、ということでキャンプもあるんですが、ああ今日今回なんでですか、ニーニー来たのは。沖縄のこの T シャツも着ながら、なんかいろいろね、今回この T シャツはですね、はい、うん、先月、うん、先月も来たんですよ沖縄。あ、もう先月もっていうか毎月、もう 、はい、毎月来てますからね、うん、そこでゴルフをした人とかの甥っ子さんが国際通りで、何ですか、こういうところでもうニーニーになんかいろいろもう渡せば、はい、いろんなね告知になるということでニーニー車に忘れた、今日コーヒー後であげましょうね。琉球ワールドの、はい、具志堅康夫くんが焙煎した今日引き立ての、うん、グアテマラっていうグアテマラさんのコーヒーを今度後で飲みます。でこれはニーニーのこれ T シャツ、これは国際通りの、
牧師交番の向かい側ですね。知らないですね、牧師交番、はいはい、ブルーココっていう、うん、あの T シャツ屋さんがありまして、うん、そこが甥っ子がやってるからっていうことで、うん、あの T シャツあげるから、はい、へえ、オリジナルも作れる、うん、サイズ教えてって言われて、はい、まあ、かわいいな、うん、サイズ、サイズよりも、うんうん、ピンクだよって言って、ピンクだよってね、そうだよね。そしたらこれをこれ真ん中、これバナナですか、これ。これ沖縄、ああ、わかります。沖縄本島みたいな。はいはいはい、そうそうそう。わかります。なんかニーニーが来てるとバナナに見えるというか、沖縄本島がね。沖縄、うん、来たよなんですよ。あ、来たよ。でも今日来るときに、うんうんうん、これを着てきたら、うん、スチュアーデスさんが、うん、スチュアーデス、客室乗務員ですね。はい、CA さん。CA さん。ああ、はいはい、もうよく箱詰め。はい。うん、あれ、うん、沖縄行くよじゃないんですねって言われて。行くよ。うんうん。それで、本当はまっすぐここに来ようとしたんですけど、うん、FM 小座に、うん、ちょっとその T シャツ屋さんによって、あ、寄ったから少し遅れたと、うん、今度沖縄行くよっていうのを作ってくれっていうことで、うん、頼んできてたら、うん、国際通りの渋滞からこうはまって、あ、そうなんちゃう、ギリギリセーブ、でもセーブですよ、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。今日もですね、もう本当に持ってるものすべてピンクっていうことですね、はい、本当にこのね、あの飲み物入れもピンクですね。そうですね。で、今日なんかニーニーなんかもうなんか持ってきていただいたんでしょ。僕は後でコーヒー、あ、クガニ屋さん、いつものチンスコですね。あ、チンスコ、ありがとうございます、はい、クガニ屋さん、チンスコ、ありがとうございます。これすごい、クガニ屋さん、うん、で、他に何かあるんですか、ニーニー。あ、他に、あとでですね、私も これはもう、うん、ハヤトへの、何ですかこれ、日本橋美人、うん、何ですかこれ。日本橋にある、うん、人弁という人弁お店のふりかけです。これはまあ、朝ごはんとかにね、ニーニー、おいしい、おいしいでしょ。クガニアのチンスコ、うん、セクさんにも、セクさんにも、あ、どうぞどうぞ。いや、これ本当においしい、うん、すごいね、ありがとうございます。で、これも今なら期間限定で、うん、バレンタインデー用の、うん、これがハート型になったチンスコが、うん、店頭では販売してます。店頭もうウェブ販売は終了しちゃって売り切れで、うん、はい、店頭では若干残ってるかもしれないですね。おいしいですね、本当においしい、クガニチンスコ。これは壺屋の、うん、クガニアという、どこで、はい、クガニチンスコ、はい、はい、ということでありがとうございます。今日 T シャツ屋の宣伝とですね、宣伝とまたクガニアさんと、うん、これまたね、これもお知り合いですか。あ、ここは、うん、そんなお知り合いってことじゃないけど、じゃないニーニー、ね、じゃあちょっと次のコーナー行ってみたいと思うんで、はい、ニーニー、はい、次のコーナーでまたいろいろお話聞きたいこともありますので、よろしくお願いします、はい、じゃあそれでは次のコーナー行ってみたいと思います。ヘンリーがお届けする音楽の街コザ。さあ、ということでヘンリーがお届けする音楽の街コザということでですね、関さん、すいません、はい、一度知りかける前にですね、はい、このユーストリームを見てる方々にですね、はい、今日のテーブル上のこの見てください、これ、はいはいはい、写真、あ、写真というかですね、映像をですねお届けしたいなと思うんですが、まあ、ラジオを見てる聞いてる方にはちょっとお届けできないんですが、なんていうんですかね、今日いろんなものがありまして、今日実はニーニー本当はですね、あれあれ、ニーニーが起こしたら、ニーニー大丈夫大丈夫、あ、関さん、はい、もういろんなね、関さん、じゃあこっち振ってもらって、こういう風にね、琉球ワールドさんのこれね、コーヒーなんですが、これでございますよ。で、バナイチね、いつも安尾さんとかみちおさんありがとうねということで、はい、ニーニーの、はい、T シャツもこれね、国際通り新しいんじゃないですか、こういうスタイル、はい、ブルー、でもラジオや聞いてる方には、なんだよ、何してんだよと思われるんですが、あとはチンスコ、ね、あ、チンスコね、クガニアチンスコ、これ今来た方にこれどうぞ、はい、食べかけのプレゼントいたします食べかけを、あ、これは
あ、琉球酒豪伝説、いつもありがとう。飲んでますか？飲んでますよ。ありがとうございますね、はい、この間も飲みました。 ありがとうございます。さあ、ということで、はい、関さんありがとうございます。すいません、風邪気味なのに大丈夫ですか？使ってねえねえ、また見てください、はい、帽子変わってる。あ、チェンジ、変わってる。はい、メッシュに、メッシュに変わりましょう。カープ、カープ、カープ、これはですね、またライカムで買ったんですけど、これは花城先生からもらいました。花城小児科っていう小児科の先生から先生にもまた今度ゲストで来ていただきたいと思います。さあ、ニーニー、はい、実は本当は、実は本当はって言葉、うん、日本語になってないんですけど、はい、本当はですね、22日に来てもらう予定だったじゃないですか。そうなんです、はい、もう私の誕生日、誕生日22日おめでとうございます、はい、だからモーリーさんも最近誕生日だったんですか？昨日。おお、すごい。そして自分の知り合いの方も21日がいて、うん、で大城隼人も、大城隼人は24日、おめでとうございます。だから続いて本当に来週再来週ぐらいできたらよかったんですけど、はい、急遽ね、はい、すごいですね。ちょっとね、やっぱり東京の方でも、うん、イベントがありまして、あ、はいはい、はい、そうですよね。来週はやっぱりまた沖縄の企業さんが、うん、来て、はい、スーパーマーケットトレードショーとか、はい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 、外食なんとかっていうのが幕張メッセっていうところであるので、はいはいはい、それにお手伝い行かなきゃいけなかったり。すごいですね。もうニーニーも引っ張りだこでございますよ、はい、引っ張りだこと言いますと、けん玉マダムさんとお会いしたんですか？はい、お会いしたんですか？そうです。はー、うん、何かあります？なんかマダムと、ちょっとけん玉まだ練習中ですけど、ね、練習中。あ、僕も今練習中ですよ、はい、今度勝負しましょう ね、うん、ね、だ今度またね、けん玉マダムも、はい、ぜひ沖縄に来た時はね、ハヤトラジオ来ていただき、ね、ありがとうございます。どうもね、ハヤトラジオ今度出てくださいね、皆さんもね、はい、ということで、ちょっと若干無視されておりますが、はい、ということで関さん、もう4月来ますと、はい、まあハヤトラジオも2年目超えて3年目に入りますよ。2年経って今度ですね、ちょっと番組内っていうかコーナーの編成をちょっと考えていきたいなっていうのもありまして、まあコーナーの一つでグッドニュースオンリー沖縄っていうコーナーを作りたいなと思ってまして、グッドなニュースを沖縄のいろんないいニュースだけをこう取り上げていこうというのを、ちょっとメールなどでいただいたり、それをまた学生とかからもらいながら、そういうのをラジオで発信していきたいなということをアドバイスいただいた方が、榎木田隆二さんという方がいまして、私の師匠的な存在なんですが、この方がですね、ミュージシャンでありながらいろんなことを行っておりまして、まあ CD をですね、一度ちょっと聞いていただきたいなと思うので、すごい、今度ピンクニーニーにもぜひともご紹介したいので、関さん、じゃあ CD 一度かけていただいてですね。沖縄市の方なんですか？いや、東京、鎌倉に住んではいるんですが、かなり面白い方でですね、もともとはいろんな映像関係のお仕事をしてるんですけど、本人ミュージシャンでもあってですね、うん、この歌もすごくよくてですね、同じ空の下同じ星の上というね曲なんですが、これもぜひとも、まあ、聞いていただきながらハヤトラジオをお届けしたいなと思いますが、ちょっとだけね、はい、CD お願いいたします。夢はいつも遠く叶うことを恐れていた。ただ立ち尽くす時が今終わる。ということで、はい、ピンクニーニーどうですか、今見てこの榎木田さん。いいですね。2009年から東京都墨田区においてっていう、はい、いろいろもう本当に東京、うん、まあ、もう今ですね、東京とは言わずもう世界でいろんな活動されてます、はい、中国でぜひ一度会ってみたいですね、はい、ぜひ今度ご紹介いたしますので、うん、はい、榎木田隆二さんの、ね、はい、
曲をお届けいたしました。どうもありがとうございます。さあということで、はい、続いてですね、ピンクリニー今日、はい、浦添の方に行ってきました。浦添、はいはい、あの琉球ワールドね、具志堅康夫君っていう子の、これはすごいですよ。もうバテマラさんって言ってとても香りもいいので、ハヤトラジオコラボ、おコラボ、はいどうぞ。ニーニーニー誕生日プレゼント、はい、ありがとうございます。はい、でも匂いも嗅いで、もうすぐ開けない、すげえ、すごいんじゃないですか。うん、さあということでね、コーヒー、はい、ありがとうございます。ニーニーおめでとうございます。あ、まあ今年、まあね、2月誕生日ということで、はい、私もまたいろいろ頑張っていきたいなというふうに思っております。さあ、先ほどですね、冒頭の方でお電話しました、あの今日池田卓さんのライブがですね8時茶壇のモッツでありますので、ぜひとも CD 発売記念ライブとなっておりますので、サポートにですね、さっき言いましたベースにドンさん、そしてキーボードにマッタラさん、そして、ドラムにターケイさん、そしてギターでてっちゃんさんで、本人ご本人池田卓さん、卓さんもすごく素敵な方なんで、ぜひともね、ピンクニーにも今度お会いしていただきたいなと思います。はい、さあ、まあ、ハヤトラジオ今日ニーにもねギリギリセーフだったんですが、はい、どうですか今年また犬年ということで、はい、ニーにもなんか今年の目標とかあったりするんですか。まあ、今年の目標というか、まあ、今年の目標は、はい、うん、まあ、そうですね、はい、まあ、今年っていうか今いつも毎年目標なんですけど、はいはい、うん、あの移住したいなと。移住、あ、うん、沖縄に。沖縄に、まあ、移住というかもう、ね、移住というかね、行ったり来たりの方もうすごいですからね。そう、うん、そういう形でもうありがとうございます。だからそれにはほら、うん、やっぱりこっちでね、うん、無職っていうわけにもいかないので無職ね、住職とかね、うん、なんかね、うん、あ、し住職ってね、就活しないといけないな、就活ね、誰かまたそうですね、隼人さんよろしくお願いしますよ。わ、はい、かりました、うん、どういったことでもね、はい、やりますということでね、うん、あ、もうぜひとも、イメージキャラクターでもゆるキャラでもの中でもいいですはい、わかりました、はい、じゃあよろしくお願いしますエーボーあたりね、じゃあ聞いときます。あ、はい、エーボーで言いますと今度ですね25日ですかね、25日、あのエイサー会館がですね、はい、オープンするということでございますので、あのミュージックタウンの1階にございます。まあ、1階と2階が一緒になってるのかですけど、はいはい、もうあのフェイスブックでもアップされておりましたので、ミュージックタウンにエイサー会館ができますので、どうぞ皆さんまずあのできてまだまだ、はい、あのオープニングだと思うので、あの引き続きいろいろ整備っていうかいろいろしていくと思うんで、それもお楽しみいただきたいなと思います。さあ、はい、ニーニーちょっとスポンサーですね、もういつもあの、ね、読み上げさせていただいております、ありがとうございます、はいはい、株式会社原稿工業チャーボーさん、ネクストのですねチャーボーさんっていつもチャーボーチャーボーチャーボーってチャーボーって何回言ったかあるんですけど、先輩なんですよ実は。でチャーボーさんはクーラーとかいろんなのこんな取り替えとかしてまして、何かありましたらネクストさんまでよろしくお願いします。そして魚水日川のお店近々行きます。行きましたね。え、魚水どうでした。美味しかったですね。うまかったですよね。12月ね、ニーニーと2人で忘年会しました ね、ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。そして前川試験芸能オフィス、玄ちゃんさんはお会いしたことない。玄ちゃん、前川試験玄ちゃん、あれ、それはちょっ と, ょっとね、うん、はい、まあ、今週月曜、あ、日曜日ですね、はい、文化協会、文化協会沖縄市文化協会民謡部のですね発表会が中央ホールの方でございます。うお、もう時間、うわー早い、やっぱり2人ね、はい、もう一気に行きたいと思います。けん玉マダム、そしてフリーダム、ネロメイさんのお店バー宴、クラブファースト、クラブアール、クラブアトム、バナイチ、ハバイチ、マガラップ、ヤスオさんにありがとう、そしてバーボビー、琉球守護です、新里酒造さん、どうもありがとうございます。琉球ワールドの手塩もありがとうということで、サイドウェイズ沖縄中央エンジニアリング、そしてピンクニーニー、いつもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでハヤトラジオもうあと何分、2分ぐらい。最近あれですか、守護、うん、伝説は、あ、ね、そうだ、守護伝説お会いしたんですよね。そう、お会いしましたよ、守護伝説。だからちょっと会いに行って、はい、あのあれなんですよ、もう1年こう契約が切れたの で、はい、で引き続きやってくれるかをまだ契約してない、うん、こんだけ守護伝説今言ってるから。本当ですよ、ニーニーも東京でお会いしたんですよね、はい、はあ、健康博覧会で。おう、さあということでニーニー、はい、今日ピンクのものがなくて、ニーニーにこれどうですか、コラーゲン。コラーゲンだね今日。ちなみにいつ来たんですか。今日、今日です。だから、うん、あ、今日来た、うん、空港からすぐ、あ、そう言ってましたね。そうです。で何日いる予定ですか。一応11日に帰ります。あ、11日、はい、10日に、それこそ読谷村の東酒造の残波トレインっていうのが、うん、ユイレールを貸し切ってイベントがあるらしいので、夜、はい、10日の夜に残波、はい、いや残波さんと東酒造さんとお付き合いあるんであれば。そうですね、今残波の CM なんて言えば、あのこう前川試験玄ちゃんさんですよ。ああ、ぜひと。そうなんですか。はい、あ、その辺もまた
またチェックしていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、森本さんもいつもありがとうございますね。 Facebook にこういう風にメッセージいただきまして、まあ、ということでハヤトラジオもですね、まあ、こういった形でですねいろんな方々のサポート応援のもとお送りしております。まあ、ピンクリーニーもですね、はい、本当に2ヶ月に一遍こういった形でね来ていただいてありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。さあということでハヤトラジオですね、もう楽しくお届けしてきましたが今日はいろんなことがありました。榎田さんのお話をさせてもらったり室川新生で来週だ、まあ、再来週か、室川のですね根性ウォークっていうのがありましてもう今年で30回目になる根性ウォークをですねぜひとも子ども育成会でもう20キロぐらいをこう歩くに嘉手納基地一周するんですけど、まあ、室川子ども育成会会長もさせてもらってますので、はい、頑張らないといけないなと思っております。はい、ニーニー、はい、じゃあハヤトラジオ聞いてる方にまた今年もお願いしますということで、はい、そうですね、今年も、はい、まあ一観光客として、いやいや、まあね、毎月のように来ますので、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、さあということで、引き続きですねハヤトラジオいろんな沖縄のいいことをですねグッドニュースをですね取り上げていきたいと思いますので引き続き皆さん応援の方よろしくお願いいたします。あ、メール来た、木の実なんちゃんさん、はい、ななさんもありがとうございます。あ、さあということでハヤトラジオこれにてお開きです。どうもありがとうございました、はい、ニーニーバイバーイ、ありがとう、はい、ありがとうございました。聞いてる、みんな聞いてるかな、 OK 大丈夫、聞いてる、終わった、また